なんで私がやるって手上がっちゃったのかっていうと、あの初めてなんですけど、大体聞いてましたから、なんかこう小学校のを改造してやってるっていうことだ。それがさっきの写真のジャジャジャーンってこう出たうちの今度の新しい回廊とつながったんですね。で、何を感じてきたかっていうことなんですけど、今まで私が修行会出た時は何かこう勉強会みたいな延長です。本当に今までの牧師先生が悪いなと思う、いや神様が悪いなと今ちょっとあそこで座っててずっと感じてましたけど、今回はそのおかげさまでやっと自分のこう少し赤が取れたのか、罪の赤が取れたのか、あの街道とつながった。街道っていうのは建物じゃなくて神様のおられるところだっていうことを感じたんです。ですから、そういうものをあの感じた。特に山行くと雲がね、あの特に曇ってるから最近はこの 2,3 日は雲がこう走ってんです。今まではそれって、あ、山の苔ってこんなもんだなと思ったんです。でも昼は雲の柱っていう御言葉がございますよね。神様の息を今日は昨日も今日も感じてきました。ですから建物の小学校を改造したり、神さん学校だなんて言われちゃったんだけど、本当に皆さん経験の少ない方もいる、木の作りの学校でまあ出ればいいんですけど、あの今日行くために逆に出ないのかもしれないけど、それはどうでもいいんですけど、木の学校で神さんの学校だって言われた講堂、食堂も講堂でした。本当に懐かしいですね、木がね。でそういう中で私は権力によらず能力によらず、私の霊によってという、うん、あの列王記なんですよね。それがバーンと目に入ったんです、うん、おう、なんだこれはって、なんで感じになったの。そのね、普通だったらあの業界、あの旅館のホテルを、はい、旅館ホテルを旅館ホテルを借りてやってるっていう感じなんですけど、いきなり御言葉が入ってきたもんで、神の宮だっていうことを何十年だ、40年以上経ってやっと感じたんです。ですからそれでどういう状態かと、本当に古いものは古いんですよ。それでうまーくあの新しいところは工夫されてやってるんですね。宣教師の先生たちは器用だなと思うんですけど、そしてなんと欧米人のあれなんでしょうかね、各部屋にピアノがあるっていう感じなんです。それがもう全然音が狂ってる素晴らしいんですね。でもね、福音っていうのはあの日本語に訳すと良き音ずれだから音ずれてだから何を言いたいのか、ここで何やずっと考えてたわけ次いきます。それで詩編なんか読むと最後の方にはもう本当に主を賛美してる、ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良いと、誠に楽しく賛美は麗しいというところがいっぱい出てるんですね。だから私は感じました、まあ、ある人にも2人ぐらい見た記憶があるんですけど、ああことがいっぱいあるなと、あのことじゃないですよ、困ったっていうことじゃなくて立て事っていう感じが、それがこうね、あの時間が経つに歴史があってピアノができたんだと思うんです。賛美する道具がそこら中にあったんですね。だからホテルや何かを借りて何かをこう会社の研修会みたいに感じてた自分が、もうこれはもう本当に主の宮に主が呼んでくださったっていうことを感じたんです、うん、だから今度も右こっからここへ何キロ先に、方向は鳩谷駅の5分
歩いたところにありますって、そういう位置がずれたわけじゃなくて、建物が変わったわけじゃなくて、本当に今回私が感じさせていただいたように、皆さんも行けば感じると思うんですけど、神様が備えてくださった主の宮がに行くことができるということで、いや、どうしてもこれは伝えたかったなということで、どうもありがとうございました。